じゃあ、続いてなんですけど、まあ、はい、同じ学校で他にも何かありましたか、うん、はい、阿部君じゃないですか、はい、いや将来有望ですからね。阿部君はだって競輪選手になるためのなんか言ってませんでしょ、学校行くとか言ったらな。確かにね、うん、どうする留年してたら校内最強決定戦でブクロさんがスカウトした世界3位の成績を残している自転車競技部のエース阿部君。高校卒業後の現在は、おお、よかった金髪になった髪も染めてない、ピアスも開けてない、ね、開けてないです。オッケー。